はい、どうもどうも、日暮しなまずです。今回は、まあちょっと久しぶりなんですけど、熱帯魚水槽じゃないや、海水魚水槽についてやっていきたいと思います。まあこの海水魚水槽なんですけど、まあ、石灰槽を出そうといって、石灰槽じゃない、カルシウム、あ、じゃあ石灰槽でやってる。で、それを出そうと思ったんですけど、まあなかなか出ないんですよね。まあ考えられることは、石灰槽より先に茶苔が出てしまっているってことと、あとまあ普通に汚いのかなって思います、この水槽が。で、ちょっとあの動画では分かりにくいんですけど、肉眼で見るとあのこの今の見えてるところよりもちょっと茶色く見えるんですよ。まあなので、今回はそれを対策、まあ、なんで茶色く見えるかっていうと、いろいろ理由があって、アンモニアを微生物が分解した最後の姿がこの茶色く濁ってるやつらしくて、なんか僕もよくわかんないんですけど、でそれを、それが茶色く見えるって感じですね。で、ちなみに魚とかにはあんまり害はないらしいんですけど、まあやっぱ見た目がちょっと悪いということで、対策を取っていきたいと思います。まず一つ目の対策としては殺菌灯を用意する。で、殺菌灯はあるんですけど、もうよくよく考えたら、導入したのが、この水槽を買ってあの海水魚水槽を僕は始めた時から買ったことがなかったので、まあ、約半年間から、いや6月だからもう半年以上経ってるんですよ。まあ、なので殺菌灯の替えを買ってきました。Amazon で3400円です。まあこういう感じのね、これ60センチ水槽までなんですけど、まあ大丈夫でしょうということで90でも使っちゃってます。で、一応2個ね買ってきました。なんか結構古い殺菌灯なんで、あんまりお店とかで見ないので、もう安いうちに一気に買っちゃおうと思って2個買ってきました。で、あと、もう入れたんですけどブラックホールですね。ブラックホールは上部フィルターの中に入れときました。はい、とりあえずこれを交換していきたいと思います。では洗ってきたのでこれをつけていきたいと思います。ちょっとメンテナンスの都合上後ろにやってたんですけど、めっちゃやりにくかったんで、前に持ってきちゃいました。はい、ではスイッチオンってやっても分かんないですよね。まあとりあえず、こういう感じになりました。よいしょ、ここに新しく来ましたね。まあこれがどれだけ綺麗になるのかはちょっと不明なんですけど、とりあえず、透明になったら多分動画撮ると思います。では透明になるまでさよなら。はい、1日が経ちました。すごくないですか？わかりますかね？すごい綺麗になってるんですよ。ブラックホールと殺菌灯を入れて1日なんですけど、めっちゃ綺麗になりましたね。これは本当に黄色い濁りで悩んでる方がいたら、本当おすすめだと思いました今回で。はい、まあ、皆さんも試してみると本当にいいと思います。ではまあ、ちょっと動画も短いので、餌をあげていきたいと思います。まあ、餌すごい欲しがってるんで、ではやっていきましょう。はい、では餌あげていきましょう。今回はイカの切り身と、エビです。はい、あ、まずミモカサゴ、わあすごい。
トラウツボが全然気づかないんですよ。全然気づいてくれないんですよ。ちょっと次は大きい餌をトラウツボにあげていきたいと思います。こう、いろんな餌を冷凍させてあげてるんですけど、僕が一番いいと思うのはイカですね。イカの冷凍したやつです。まあ理由はまあなんかいろんな餌あげてて、魚だと結構身がボロボロになっちゃうんですよ。まあなのでこのイカの切り身なら全然汚れないんですよね。水がちょっと臭いっていうのはあるんですけど、まあ全然汚れないんで、こう餌が飛び散らないんで、すごいいいと思います。なんか加工が楽です。なんかカタクチイワシあげた時が悲惨で、もう水に入れた瞬間溶けちゃうみたいな感じになってましたね。でちなみに餌は、2日に一遍あげています。2日に一遍あげててこの感じなんですけど、結構ウツボとか飼育してる人のブログとか見るんですけど、1週間に1回とか多くて1週間に2回とかの人が多いんですけど、まあ、僕はなんかちょっと不安なんで、あんまりミノカサゴが狙われたりするのも嫌なので、結構あげちゃってます。ちょっと足りなかったかな。で新しいちゃんとクリルを食べるようになったんですよ。ウツボってなんかこういうの、こういう粒状の餌は食べないっていう話を聞いてたんですけど、まあミノカサゴは普通に食べるんですけど、こんな感じで、ウツボがちょっと下の方行っちゃったんで、下の落ちたエビを食べてるんで、ちょっと来てくれるかわかんないんですけど、ウツボ餌食べちゃってる。今絶対ミノカサゴに食べられちゃうんですよね。あーウツボ帰っちゃった。まあいいや。はい、ウツボがちょっと食べるっていうのは、また今度、見せたいと思います、動画で。はい、こういう感じですね。いや多分動画でも結構わかると思うんですけど、本当に水がクリアになったんですよ。なので、皆さんもブラックホールと殺菌灯は本当におすすめなので、まあ、多分こうやって、でかい魚を飼ってる人は結構悩むと思うんですよ、黄色い濁りって。まあ、なので気になる方はぜひ試してみて、見た方がいいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。では、さよなら。